あれエンジンかかんない。あれエンジンかかんないんですけど。いやー狭い。で多分ね、僕はサイズが合ってないんかもしれないですね。僕の肩の位置がね、ちょっとこの辺になるから。いやーどうしようかな。やっぱねスパルコ、ちょっと僕の体に、スパルコのこの品番のがね、僕の体にちょっとね合わなかったので、やっぱブリッド行きますかね。もうこれ以上ね、もうちょっとねこの座席が内側あったらね、もうちょっとこう下げれるんだけど、ちょっと下げれんな。ということで多分ね、来週またね純正のシートに戻すかもしれない。今日またまたまね、りんちゃんの保育園の送りがあってね、まあこの宇品の方来てるんですけど、まあ、ということはね、りんちゃんの保育園宇品付近かもしれないね。今からねアクセルペダルを変えていきます。これですよ、これはね、なんかね、このスパルコのこの生地がね、こういう髪の毛とかをまあいいわ。アクセルペダルとクラッチ、ブレーキペダルをゲットしましたので、これをねこういう感じつけていきます。もしかしたらこのね、ちょっとアクセルがね、ちょっとこう向こうが斜めになってるから、ちょっとこう合わせるために一応ね、ホームセンターでこういうゴムのね、まあ、スペーサー的なものを買ってきた。これでなんとかできるでしょう。で今からつけています。これでなんかね、こうワーンってね、やりやすくなるらしいんでね、じゃつけてみます。なんとかつきました。これで多分合ってると思うんですけどね。ちょっとね、クラッチペダル近すぎたんで、ちょっとこっち。ちょっと間違ってたんで、指摘をお願いします。これでだいぶここね、近くなりましたからね。こう、できますよ、これ。よっしゃ、かっこいい。これ。ちょっとつけるの難しかった。やっぱね、ゴムのスペーサー入れたから、ちょっと良くなったのかな？若干。よっしゃ。じゃあ、ちょっと運転しましょう。乗るのがね、位置が高いから。これどうやって乗ったらいい？これ、正解がない。絶対ここするでしょ、ここ。よいしょ。鍵。ん？あれ？エンジンかかんない。あれエンジンかかんない。あれエンジンかかんないんですけど。あれエンジンかかんなくなった。でもセルが回んないってことは多分バッテリーじゃないの。どういうことこれ。え？エンジンかかんなくなったこれ。え？多分ね、なんとなく分かった。クラッチかけ踏んでエンジン踏むけど、多分これつけたおかげで向こうに行かなくて、多分ねこのここのボタン押せないからエンジンかからないんだろうな。ちょっとじゃあこれ外してみようか。一応ねメカニックなんでね、こういうのなんかこうなぜこう原因をね、これ取ったら多分エンジンかかるかも。じゃあネジを短くすればいいのか。じゃあ外れました。これじゃあエンジンかかるかやってみましょう。よいしょ。やっぱりね。そうい
ことか。ということでした。スニーカーが今日でかいからあれだな。もうちょっと下げなきゃダメだから。めっちゃ疲れるバケットシート。まあ多分ね、僕の体に合ってないからすごい腰回りがね、まあ痩せろってことか、まあそういうことか。すごい疲れるこれ。もうね、今日純粋に戻そうかなと。もうそのレベル。もう降りにくいしね。よいしょよいしょ。こうやって降りればいいか、こうやってなんかアトラクションなのこれ。アトラクション。あとね、昨日本当はね、今日だったんですけど日にち間違えちゃって、昨日夜タイヤ変えてもらいました。本当は今日だった。タイヤをね、ダンロップのルマンね、まあ、ルマン今週末かな、ルマンから東洋タイヤのなんとかに変えてもらって、こっちの方がね、まあもともとね、昨シーズン乗り心地悪いんですけど、なんかよく転がってるような、なんかそんな気がする。ゴムが硬いのかな。でもの突き上げとかはまあ以前とほぼ一緒で、ロードノイズはまあもともとうるさいからあんま気にしないと、まあ、こっちでまあなんか東洋タイヤってなんかドリフトっぽいイメージがあったんで、まあちょっとドリフトみたいな、まださっきと言ってないけど、そんな感じかな。あと昨日フロントを結構気づいてますね、これね、これすごいね、これフロントをね、15ミリ下げてもらいました。だほとんどね、あの前後一緒。15ミリ下げてもらってね、すごく良くなった。あのまず今までハイビーム気味だったのが、ちょっと路面を照らすようになって路面が見やすくなったのと、なんかね、あの前後のバランス良くなった気がする。なんか前がこう跳ねるのがなくなったような気がします。もうちょい下げたらもっとバランスいいんだろうな。そうなったらハンドル切った時にタイヤが当たるとか、そんなんがあるんかな。で次ね、まあ、サーキット行く時はこれ15インチなんですけど、ね、16インチのホイールにしてみようかなと思ってます。でもし16インチで PCD100 ミリで、まあ、7J ぐらいのホイールもしある人は、まあ、できればあの CE28 とかね、 TE37V とかね、まあ、グラムライツとかね、そういうのをちょっと軽いホイールがちょっとつけたいなと思います。もしそういう人いたら連絡ください。腰が痛い、腰が痛いけど腰が痛くならないような姿勢を取らなきゃいけないから、ある意味トレーニングかも。ああ確かに前後バランス良くなったな。バランス多分16インチにしたらもっとバランスいいんだろうな。かっこいいね、サクシードね。サクシードやっぱあれがファッションだな。ファッション、サクシードはファッションはね、やっぱりなんていうかな、我慢だからな。サクシードはファッション、名言出たこれ。いやーこれもうちょい下げれればね、下げれ、あのもうあと数ミリ前を上げて後ろが下がったらだいぶ変わると思うんですけどね。まあね、そういうこともあろうかとね、いつもこういうよく使う工具はね入れてます。あとメカニックあるあるだね、ビニールテープを入れがちとね。ビニールテープと意外と便利ペンチね、あと意外とあったらいい両面テープとね、まあ、そういうのも入れてますので、よっしゃ、これで確か13ミリだったな、ぴったりドンピシャ。これであこうなるじゃん。もうこれで何、手動リクライニング、手動リクライニングこれいいじゃん。これちょっと限界まで、あ一番上だったんだこれ。これ以上いかないんだ。
なんじゃそりゃ。後ろ下がるかな。なるほど。やっぱダメそうなんでね、純正シートに戻します。寂しい。いやー、あ、そっか。じゃあここになんかスペーサー入れればいいんか。スペーサー入れれば、ちょ、そういうことやってみるか。そうか、そう、ここにスペーサー入れればいいんか。今ね、今3回目。そうし、ちょっと角度こうなのか。なるほどね。まあでもちょっとやってみるか。よし、ホームセンター行こう。